はい、キュータマです。いつもたくさんのご視聴、そしてあったかいコメントメッセージ、本当にありがとうございます。風が吹いてきた。止んだと思ったのに。今日はお届けするのは、もう桜ちらほら咲いてまして、もう開花宣言しているところもあると思うんですけれども、まだですね、これから、まあ、急にまたこのまま咲くと思ったら急に寒くなりましたのでね、今日は大分県豊後大野市の中で桜を見るのにすごくアクセスしやすくてとっても綺麗ですよというスポットを3箇所ご紹介したいと思います。まず1箇所目、こちらですね、豊後大野市小形町の井上というところの豊肥本線の線路沿いにあたります桜並木です。ちょっと少しお散歩してみましょう。こちら井上踏切というところですね。踏切があります。こちらですね、踏切からずっとこれ桜並木なんですよ。地域の方々が植えてもう何年経つんでしょうね、かなり大きくなりましたよね。もう桜のつぼみがものすごく膨らんでいて、もう今か今か、あ、もうちらちら咲いてるとこもありますね。一体何本あるんだろう、ちょっと数えてみようかな。ちょっとですね、何本あるか数えてみます。カメラ持ってると早く歩けないんで、ちょっとパーッとひとっ走り行って数えてみますね。距離ありました。いや、かなり向こうまで、本当に井上区に入ったらすぐもう桜植えてる感じだったので、本当結構な距離があってびっくり。で、ここまで、ここから向こうまで今26本植えてますね。ということは26、27、28、29、30、1本。こちらですね、災害時の避難所ということでありますけども、ここ本当いつもね、地区の方たちが綺麗にお花を植えたり、このね、延命地蔵様、このお地蔵様もちゃんとね、大切に皆さんで守ってらっしゃるっていう感じでいいですね。ここからまたさらに向こうの果てまでありそう。どんくらいあるんやろう。今が31本やったけどね、ちょっと歩いてみましょうか。32、33。あら、この桜は早い。これ結構咲いてます。47本目、はすごいよく咲いてるね。え、ほんと木によってすごい差がありますよね。うわー、綺麗、咲き始めて、まだでもこれでも一分咲きかな。41。結構歩きましたけどね、距離感わかります？向こうに小さく見える私の車、もうかなりこの直線距離長いんですよ。まだまだで、ね、終点まで行ってないんです。もうちょっと行ってみよう。この上の道はですね、小形から大野町に抜けるグリーンロードなんですね。国道502からちょっとこのグリーンロードっていう道があるんですけれども、そこのところがちょうど終点というか端っこになってます。ここからずっと小さく見える車のさらに向こう側、
ですね、馬場の踏切、理学の里のすぐ近くの踏切の近くぐらいまでこの並木道は、桜並木は続いています。すごい距離です。直線でね、もう咲いたらめっちゃ綺麗ですよ。ちょっと強風が吹く中で風の音もうるさかったかとは思うんですけれども、桜の木初めて数えてみました。77本の桜の木がこの豊肥本線沿線に植わっています。本当に井上区に入ってグリーンロードのところにぶち当たるまでですね、77本もの桜の木が地域の皆さんのおかげでですね、すくすくと育っています。もう咲いている桜もありますけどね、見ごろはこれからを迎えると思いますので、ぜひ小形町、この豊肥本線に利用される方もですね、車窓から桜の花を楽しんでいただけたらと思います。じゃあ次行ってみましょう。はい、お次はですね、道の駅って書いてるのですぐわかると思うんですけども、道の駅清川にやってきました。この道の駅清川もですね、清川といえば御嶽神社、御嶽山に登る途中にですね、桜ロードがあって、本当に地域の方たちが本当に3世代4世代こぞってですね、みんなで手入れをして、桜の植え替えをしたりとかしてまでですね、やはり次の世代まで桜を残そうという活動をされているので、そちらの桜ロード本当に見応えあるんですけども、そこまではとても行けませんわっていう方にはですね、もうここの道の駅が一番アクセスしやすくていいと思います。ちょっと道の駅の桜ご紹介しますね。ちょうどここですね、砂田交差点というところ、東九州石油さんここのところに御嶽さんって書いてますよね。御嶽さん出てますよね。御嶽さんの桜を見たい方はここのところ狙っていくんですけどね、今日ご紹介するのは道の駅の桜です。もうだいぶ咲いてきましたね。ちょうどこの交差点からずっとですね、道の駅まで桜並木になってます。ちょうどここですね、人が歩く歩道があるので安心して桜を見ることができますね。結構隣が国道なので、車の交通量は結構あるんでですね、ちょっとあれなんですけど、ちゃんとフェンスもあって歩道が整備されてますのでね。そしてこの中はこうやって公園になってますのでね、お子様連れでも大丈夫ですよ。あ、だいぶもう咲きましたね。ずっと木が成長してもう大きい木になりましたね。ほんと最初はなんかね、ひょろひょろって立ってた感じだったんですよ。あれから30年って感じかな。20本ぐらいの桜の木が並んでいますね。お昼時なので結構他の飲食店の前車多いですね。ここまでやってきました。道の駅清川ですね。振り返ってみましょうか。この直線コースなんですけどね。ということで2カ所目は道の駅清川の桜並木です。約20本の桜がありますね。もうだいぶ咲いてました。さあ次はどこでしょう。3つ目の場所はこちらです。ここ何川か分かりますかね。豊後大野市三重町を流れます三重川ですね。この三重川のほとりの桜並木です。ここはもう結構地元の方たちはよく知っている桜の名所ではあるんですが、ずーっと桜並木が続いてますよね。もうちらほら桜の開花が始まってるんですけれども、結構ここの川端の桜並木ずっと本当続いていて、
正面に見えるのが豊後大野市役所ですね。ここずっと橋のところからずっとですね、エイトピア大野の横、本当川沿いに全部桜の木が植わっています。ここら辺の木はちょっと若い感じですよね。さっきのは結構な古木だったけど、ここは割と若いというかまだ勢いがいい感じ。あ、だいぶ膨らんできてますね。もう咲いてる木もありますね。風が強い。これは咲いてますね。で、風がすごく強くて、ここからはちょっとこう公園地みたいになっていて、遊歩道みたいになってますよね。お弁当を広げてね、あったかい日に花見はできますね。いい感じ。あのすごく桃色の濃いのは何だろう。この川べりの風景もいいですね。うわ、すごい風。はい、ということでですね、今日は豊後大野市の3カ所の、桜の花のお花見スポットをご紹介しました。うわ、吹き飛ばされそう。風がめっちゃ強いですね。ここはですね、三重町にありますエイトピア大野という、コンサートとかいろんな催し物が開催される会場なんですけれども、ここの前すごく色の綺麗な桜、これはソメイヨシノじゃないですね、なんか違う種類だと思うんですけど、その桜の花が綺麗にもうこれは咲いてます。で、あとソメイヨシノはこれから咲くところです。ここはですね、ちょうど豊後大野市役所のお迎えになりますので、場所としても寄り付きやすいし、駐車場も広くあるのでですね、ここは本当にお弁当を広げて食べたりするのに最高の場所ですよ。ということで、ちょっと風も強くなったので今日はこれくらいにしようかなと思うんですけれども、一番最初に豊後大野市尾形町井上地区の豊肥沿線、豊肥線沿線の桜並木、そして道の駅清川の桜並木、そしてこちらが豊後大野市役所の向かいのエイトピア大野からずっと下流に向かって、並んでいる桜並木、三重町の桜並木です。皆さんもね、知ってるっていう方も多いとは思うんですけど、意外と見て通るけどゆっくり歩いたりしませんっていう方もいらっしゃるのではないかなと思います。豊後大野にお越しの時はぜひぜひアクセスの良いこの3カ所ぜひ立ち寄ってゆっくりお花見してください。ということで、今日のトヨタマ散歩はちょっと散歩気分で少し早いかなという桜の並木道を歩いてみました。